皆様ごきげんよう。新宿二丁目最強のバルク、ハガセブンです。どうもこんにちは。こんにちは。ハガセブンさんですね。はい、すごい体してますね。ありがとうございます。新宿二丁目の、なんて言いました、最強のバルク、まあ一番の筋肉量だと自称なんですよ。新宿二丁目っていうのは本当なんですよ、はい。あ、ガチゲイです。ガチゲイなんですよ。ガチの方ですね、はい、ガチの方、はい。女性には興味ないですか？女性全くないですね。ああ、はい、そうなんですか、はい、なるほど。そのゲイキャラといえばさ、はい、佐々木くん。そうですね。佐々木くん、まあ本当にどうかちょっとよくわからんけど、うん、YouTube の中ではさ、マジゲイみたいな感じでやってるよ。そうだね。佐々木くんの家にガチのゲイマッチを放り込んでる。撮りますんで今日。大丈夫かな。全く僕タイプじゃないんだ、あの方。あ、タイプじゃないですか。僕たちのメンバーは誰が一番タイプですか？ジャニーズみたいな子好きなんですよ。あー、ちょっとかわいい系の。オラオラって感じよりかは、はい、細身で、髪の長い子。あ、じゃあ吉田くんか。髪長くないですよ。これどうですか？ちょっとでかい。でかすぎ？ちょっとでかすぎ。50キロ台がいい。守ってあげたいですか？そうです。守ってあげたい。そっち系なんだ。甘えてきてほしい。甘えてきたし。はい。守られたいとかある？守られたいは甘え。例えばジンさんとかいたいし。ないすぐ笑われてしまいましたけど、ね、まあ、ちょっと僕わかんないです、その感性が、はい。いつもはなんか YouTube やられてますよね。はい、やってます。でなんかスクール水着みたいな格好でされてるんですけど、うん、着替え持ってきてもらったんで、はい、それに着替えていきなり佐々木くんの家に放り込むんですよ、はい。だから今俺は先に佐々木くんの家にいたんですけど、はい、サブちゃんで佐々木くんが俺たちがいつも帰った後のなんか生態を確認したいから10分間ぐらいビデオ回させてみたいな感じでカメラ設置しといたんですよ。だから一人で入ってってもらって、はい、それ反応になるから、はい、抱きついてってもらいたいんです。抱きつく、はい、タイプじゃないところすいませんけど。いや、いいです。いきなり僕が入るんですね。そうです、そうです。一人で、一人でいきなり入って甘え出すと。あ、でも後ろに僕らついてって玄関まで待機しましょうか。あ、そうだね。で、部屋の中に入ってってもらってカメラも設定したら2個、はい、そういう感じでやっていきましょうか、はい。でも着替えはどこにされます？あ、どこでも、はい、回転ジャンプでお願いします。せーの。おお、やばいな、これでいきなり入ってこられたら家に。恐怖だぞ、これ。マジでね。もうずっと、はい、僕のチャンネル見てて、タイプで好きだったんで、来ちゃいましたみたいな感じで。あ、ちょっと甘いですかみたいな。はい、クーみたいな。こんなきついです。わかりました。実はどうなんですか？質問していいですか？早速、じゃあ行きましょうか。はい。お願いします。お願いします。まあ、そんな感じだね、じゃあ、今日打ち合わせとしては。うん。近いな、俺。はい、はい、行こう。どうぞ。ちょっとだけいいじゃないですか。ちょっとだけ佐々木のことはタイプらしい。
ああ、お兄さん。逃げちゃって。ちょっと。ちょっと。連れてきてもらった先輩のを見るのに必死で、どこにいるのどこにいるのみたいな、そんな感じでなんかおかしいなと思って、でその男の風俗があるんですけど、はい、そこに行ってこんなとこあるんだって目覚めた。あ、そうなんですか。男の風俗なんてあるんですね。あるんですよ。佐々木くん行ってみたらいいの。いやすごい興味津々になってます。いや顔が死んでるもんな、佐々木くん。ちょっとびっくりやられたな、マジで。何そのサブちゃんと思ったでしょ。うん、意味わからないでしょ。一番伸びないやつでした。大成功だったですね。そうですね、よかったです。それならもういや本当にありがとうございました。いや、とんでもない。YouTube チャンネルやってるみたいなんで、皆さん普段どういう動画投稿されてますか。とビログって言って、ルーティン動画って呼んでるんですけど、一日の生活の流れを細かい描写をめちゃくちゃ撮って、どういう一日を過ごしてるかっていう動画だったり、はい、トレーニング動画、あとノウハウだったり、企画だったりっていう、ルーティン動画がメインですね。なるほど、はい、ということで、はい、それがどうだった。ありがとうございました。空中散歩を楽しめるということで、はい、高いところになんか登ったり、その吊り橋を渡ったりとかするみたいなんで。そうなんです。いや、これ怖いっすね。